今回は古着のベール輸送について解説をしていきたいと思います。古着を海外へ発送しようとするときに悩むのが容積です。1枚あたりの古着は軽くて容積も小さいのですが、ボリュームが100枚、1000枚となるととてもかさばり、容積も大きくなります。そうなると海外へ国際輸送する際に輸送費用に大きく影響してしまいます。古着の国際輸送は次の方法で発送することが多いです。バラ状態の古着を決まったサイズの段ボールの中に詰める。バラ状態の古着を圧縮してベール単位にまとめる。取扱量が少ない場合はバラ状態の古着を定型の段ボールに詰めて発送するだけでも問題はないでしょう。しかし本格的な古着の輸入ビジネスをする場合、この送料を圧縮するためにベール化をして発送することをお勧めします。次に古着をベール化するメリットをお伝えします。一つは先ほどお伝えしたように容積を圧縮することでたくさんの古着を安く送ることができます。これが古着の輸送において最も大きなポイントなのですが、それ以外にもメリットがあります。その他のメリットとして HS コードが630900で申告可能になります。古着をベール化して発送することで中古の衣類の定義を満たしやすく、関税率が 5.8% で申告ができるのです。新品の衣類の場合は平均で 10% 前後の関税率が設定されているために関税率で有利になります。そして古着の輸送では日本の税関に申告するときに商品の補足資料の提出が求められます。古着であれば全商品の写真撮影と素材表記を確認できる資料が必要です。しかし1枚1枚の古着の撮影は非常に手間と時間がかかります。これをベールにすると1枚1枚の商品の撮影が不要になります。補足資料の手間を少なくすることができるので大きなメリットではないでしょうか。ベール化のメリットは分かった、でも本当にそこまでの圧縮効果があるのかと疑問に思われている方のために、実際の古着の圧縮を見てもらいましょう。今回の協力会社様は合同会社日本47という古着の輸送を得意とされている会社様です。重さ 1.2 トン、高さが3メートルほどのベールマシンで圧縮すると古着はどうなるのか、プロセスを見ていきましょう。まずこの古着の容積をご覧ください。段ボール2箱分の古着をこれから圧縮していきます。このように機械に古着をセットして機械を作動させると、ぎゅっと古着がプレスされていきます。そして圧縮された古着にバンドルをかけ完成。この状態で海外に出荷されます。見た目で小さくなったのはお分かりになったと思います。実際の数字ではどうなったでしょうか。ベール前のサイズは 62cm×43cm×40cm の箱が2箱で合計 0.212m3、 そしてベールにするとサイズは 53cm×66cm×43cm で 0.15m3、 なんとベールにした方が約 30% もサイズダウンしています。タイで古着の仕入れは注目されているビジネスの一つです。大量に仕入れた古着は本当にかさばりますし、これは輸送費用に直結します。今回ご紹介したように古着の輸送はベール化がポイントです。古着のお取り扱い、ベール化についてご興味がありましたら、ぜひ日本47様にお問い合わせください。このチャンネルは貿易や国際物流に関しての用語や実務内容を詳しく解説しています。貿易のお仕事に興味のある方や、実際に貿易の実務や事務をされている方の参考になればと思い更新をしています。もし今回の動画の内容が参考になりましたら、チャンネル登録、高評価、コメントなどをいただければ嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。